はい、カッキークマさん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか制作費が底をついたので、先週とほぼ同じ内容をお聞きいただいたわけなんですけども。気を張るんじゃないもんですね。先週最後あんなグダグダじゃなかったですよ。気を張る気分じゃないから。一言多いですよ、それも。これラジオでやったらもうラジオどこでバレるでしょうかね。ラジオでやったらね、意外とバレないものなのかな。同じ放送ね、全くでちょっとだけ変えるっていう。ちょっと脳内がね、なんかバグるでしょうね。かもしれないね。あれってなるでしょうね。なんか今ね、自分の勘違いだと思うよ、そうですね、思っちゃうとこあるよね、うん。ラジコとかで聞いてたりとかするから。そうだね、そうそうそう。あれ日付間違えてるかなとかね。なんかそういうのがあるかもしれない、ね、うん。というのは、昨夜の水曜日のダウンタウンで、はい、先週と全く同じ放送を流して、はい、間違い探しみたいな。はい。はい、企画ではすごいパンクな番組だよ、ね、聞いたことない。昨日夜10時15分ぐらい家帰ってきて、うん、あ、水曜日のダウンタウン何やってんだろうと思ってつけたらあれ岸隆乃の清春さんのやつやってて、あれこれ先週やってたのかなと思って、うん、で新聞のラテ欄見たら、うん、全く同じラテ欄です。清春の歌詞なんとかって、うん、あれと思って、うん、で俺パラビの選考かなんかで、うん、見ちゃったのかな、うん、ありえないこと起こるとやっぱり自分がおかしいんじゃないかと思うよね。何か間違いかなって思います。でもラジオで先週ビバリーでもビバあの清原さん話してるから全員がその先行のパラビのやつ 見てないだろうと思ってそれでなんかわけわかんなくなっちゃったんですよね、うん、あだってテレビ史上始まって以来でしょ。そんなことしたのもっと話題になってるような気がする。何なんですかね、か声が清原さんの聞き取りやすくなってるか実験とかだったのか。あとなんかそんなに良好な番組じゃない。ないんですか。もっと不良だよ。ラテランとか、うん、一応ドラマの再放送の時って、うん、カッコサイってあるじゃないですか。うんうん、あれってあったんですかね。いや、あれなかった。サイじゃないんで。あれなかった。サイじゃないのか。一応ちょろっと書いてるから、うん、そうか。サイ。不良。なんか、総集編とかにしたら早すぎるもんね。そうだね。先週だからね。うんうん。うん、シーナ番組ですよね。私は TVer で、はい、あのと地方に行ってたから TVer で見ようと思ったの、うん、そしたら同じのが始まって、うん、あ、 TVer やっぱりまだ遅れてんだな。ああそうそう、ありますよね。みんななんかそうそう、自分がまだなんかTVer に乗っかるのがちょっと遅れてるのかなとか、うん、そう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 、で先週のかなとか、なんかいろいろ考えジェイコムがだいたい1ヶ月そのまま毎週同じやつ流れたりするんで、うん、そういうこともあるじゃないですか、たまに。ああ、なるほど。ジェイコム現象。うん、まあ TBS ももうジェイコムみたいになったんだな、みたいな。で、急に。勝手に。毎週同じやつ流すんだ、みたいな。すごいよ、よくこの企画が通ったよね。全く同じの先週のやつ流してみますっていうのが。ね、岸隆乃は良かったと思いますね。あの、ラッキーだよね、ゴールデンで2週もね、出れるって特に岸さんの良さが、特に2週にわたって出るから。昨日のドキドキキャンプの騎士に変わってなかった時。変わってない、ね。そんな太ってんだみたいな。それすごいよ。一瞬、マチューラピンクとか。だからそんないい番組じゃない。そこまでやる。そんな、いい番組じゃないってどうですか。変わってない。一瞬マチューラピンクに変わってるとか、あるかもしれないですね。似てるけど違いますよ。すごいですね。ねえ、今朝は震度5の、5弱の地震か。ね、地震も大きかったですけど。関東の、東京の方は3ぐらいだった。はい。本当に。あんた気がついてなかったって。僕、車乗ってたからかわかんないですけど。うん、全然。何時ぐらいやったっけな、気がつかなかったって。あと、風強いから、なんか、風強っと思ったぐらいでした。うん、だから、その、風だと思うよね。揺れてても気づかないから、うん、そうかもしれない。こんな風今まであった？めちゃくちゃ強いですよ、ね。すごくないこの、強風ってなんか、すっごい疲れますよね。今年、うん、疲れる、びっくりする。ね。風くらいで作れるわけないじゃんって思ってたけど。本当に嫌だ。めっちゃ疲れる。斜めになって歩む。筋トレみたいな。筋トレになるよね。なるんですかね、風って。私は人生を。夢みたいですもんね。なんか夢の中みたいですもんね。そんなわけないじゃんって思う。3万うまく歩けない。なかなか進まないもん。風くらいでね、あんな目に見えないものがさ。筋トレになってるんだ、まさか。いや、本当に嫌だ、風強いの。本当だね。はい。うん。危ないですよね。だから自転車が、うちの、僕の車が、うん、へこんでたんですよ。それで、で、ぶつけた覚えないから、なんだろうと思って、それで、友達が来た時にこれなんだと思ってたら、これ誰かに当てられてるよって言って、コインパーキングで当てられたんじゃないみたいな。うん、そしたら、うちの奥さんになんかへこんでんだよ。あれ、自転車が思いっきり、風で飛ばされてぶつかってたよって。うちの自転車だった。自分家の自転車が。自転車が飛ぶかね。はい。飛ばされて、なんか、
ドーンと当たってたっていう。へぇー。なんだ、なんだと思って。危ない。そう、だから看板とかもね、そんな中に。本当だね、再点検しないと。やんなきゃいけない。大変ですよ、結構。いや、本当そうだよね。すごい一年だね、なんか。そうっすね。これから。一年ですね。どんな、声を落とすのやめてよ。怖いわ。軽い気持ちで言ったら。怖いですもんね。いや、怖くないですか、なんか。怖いよ、今年は。天変地異的なものが。うん。上も、風も、地面も、全部来てるからね。そうっす。うん。本当だ。本当。どうしましょう。今週でも移動はいろいろ大変でしたね。鹿児島とか神戸とか。うん。でもなんかやっぱライブすごい楽しいから、全然疲れはないんですけどね。精神的な疲れはないんだけど。やっぱり風とかその雨が降ったりとか、それで結構疲れたりとかするね。そうですね。でもまあ大谷さんのこと考えたら、そういうとこじゃないですよ。マジで。本当に信じられないです。ねえ。フェイクニュースみたいな感じでしたよね。一瞬朝。私、一平って名前の人って、善人が多いって勝手に思ってたから、なんとかペイってさ、ペイペイだったんだね。ペイ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 だったんだねってどういうこと？今なんか、ちょっとひらめいたみたいなやつだったんだねってどういうこと？一ペイでは払えないですよ。一ペイじゃないんだよね。そうですよ。何億だっけ？7億だっけ？7億とかね。っていうね、今報道ですけども、今の報道で。なんかやっぱそういう賭け事の依存症ってすごい強いよね。ねえ、本当ですね。海外のそういう大金使ったやつって賭け事でなくなるケース多いもんね。なるほどね。うんうん。今週のラジオショーにレーザーラモンさんが2人来られて、うん、で月曜日だ。RG さんが水原一平さんのあの、モノマネの格好して、カツラ被って来られてたんですけど、さっき LINE 来て、あれ、あれが最後のモノマネになりました。一平ちゃんせいって書いてました。せい、せいでしょつって。一平ちゃんせいでしょ相方のね。せいでしょ HG さんのせいでしょでしょ。意味わかんないよ。その一言で。一平さんせいでしょ。そうだね。そうね。まだ、やっぱりやっちゃダメだよね。そうですよね。誠意ですよ。それもうできない。誠意ですよ。でもパーカーだってあれね、ドジャースのパーカーもプレミアついてたから、もう8万円ぐらい。ペイちゃん。するって言って。やっと手に入れたって言ってましたよ。誠意ですね。でも本当にこう、通訳の人っていないんですかね。代わりの人って探さなきゃいけないんですかね。それはたくさんいるとは思うけど。たくさんいるんですかね。うんうん。それ心配ですよね。本当どう。なかなかすぐにはね。あれだけね。うん。なんかその芸能界の人でもさ、隣にいて、すごい大金を目の当たりにすると、くらむって言うよね。今までは。たくさんの事件だって。全然穏やかなね、性格の人だったり、普通に生活してても、そうそうそう。急に見たことない。うん。だよね。日笠真央子さんって人がさ、やっぱ YMO のマネージャーやってたんだけど、やっぱり毎月毎月何億何億って言ってると、なんかちょっと破裂しそうで、すぐ退社したって。すごいね。そっちで退社するっていうのも。マジしちゃうんですね。そうだと思う、多分。なんだか、価値観がわかんなくなるんだろうね。一回、なんか、うち兄貴がブレイクしたときに、あの、講座見たときに、すごい額入ってたから、当たり前みたいに10万貸してたらぶん殴られましたけど、それはそうだろうと思います。それですよ、麻痺。こっちが麻痺しちゃって。横が麻痺すんだよ、だから。ちっちゃいバージョンだ、それだ。ちっちゃいバージョン。貸してっていう名前だ。10万と7億の違いだけど、それだ。なんで貸さなきゃいけないんだよって。ぶち切れるのもなんか悲しい。そうだろうなって思いましたけどね。そうだよね。関係ないけど。反省しました、本当に。身内だけどね。劇団スティックの稽古は今、稽古やってますね。もう4月9日、10日なので。うん。はい。大丈夫？棒になんか抑揚ついたりしてない？稽古しすぎて。稽古しすぎてね。何を心配して。抑揚つくのを心配して。大丈夫？ちょっと上手くなったり、やっぱりうっかりちょっとするからね、やっぱ。そうですね。まっすぐなままってなかなか難しいですもんね。なんか、そうだよ。その、仲いいんですよ、すごく。はい、たぶんそうだね。で、なんか、終わった後、終わった後に、なんかこう、本当にみんな、どっか飯行こうかみたいに、なんかすごいしてるのが。大人のサークルじゃん。大人のサークルなんですよね。それが。一番幸せなことだと思うんですよ。そうそうそう。だからまあ、たまに僕も一緒に行くんですけど、そう、なんかこう、もう行きつけの店みたいのが、
あって、うんうん、なんかそんな、その稽古場の近くに、はい、楽しそうな感じですね。そうみんなね、うん、それぞれ働いてるわけだもんね。役者さんじゃないもんね。そこがいいよね。ね、うん、そうですよね。仕事で一緒にその後も飲みにっていうとちょっと重いんだけど、うんうん、そうじゃない仲間が集まってっていう場所ってさ、みんな欲しいと思うし、うん、なかなか、うん、見つけられないよね。普通でもなんか最近ちょっと一人劇団員で、うん、やっぱり家庭を持ってて。うん、あのなんか子育てもやんなきゃいけないのに、うん、劇団スティックの稽古ばっかり来ちゃってるんですよ、うん、っていうか、そういうのはまずやめてくれと。そのこんなの別に来なくてもいいんだから、そうそうそう、子育てをちゃんとやった上でね、そう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 、余暇でね、うん、余裕で、でそれは本当にそう思うんだよねって言ったら、うん、ああそうですか、でも楽しんで来ちゃうんですよねとか、いや、まあ、楽しいのはねありがたいんだけど、うん、でこの前ラジオで僕はちょっとなんかギャグで、うん、劇団スティックももう AKB みたいに卒業メンバーみたいに、うん、作ろうかなって言ってたんですけど、うん、僕今回の卒業メンバー入ってないですよね。大丈夫大丈夫。入り込みすぎんだ。いや、防集団なんだよ。入っちゃダメ。入っちゃダメ。そんなにすがりたいとこじゃないでしょ。じゃないから。いいからですよ。家庭を大事に、ね、した方がいいですよ、早く。奥さんと一緒にね、うん、あの子育てちゃってやってね。でも、稽古が。言ってこなくていいから、そんなセリフもないんだから。そうだね、みんな本当いい人たち、笑っちゃうんだよ、本当だね。というわけでそろそろ参りましょう。良、くも悪くも思い出の80年代をプレイバック。清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズ。まずはリクエストの募集です。12時台にお届けしてます。リクエスト何ででしょうね。12の1だけ読んじゃった。分かんなかった、ね、こんだけ毎週やってて、はい、花輪さんの兄ちゃんの金額のおかげでバグっちゃった。10万が10万が目がくらんで、とんでもない額ですよ。10万落ち着け落ち着け。今週のテーマはドラマ不適切にも程があるが話題ということで、 80s リクエスト、ドラマの舞台となった80年代を振り返り、あなたが記憶に残る光景や当時夢中になったこと、今から思うと不思議な体験などにリクエストを添えてください。花輪さんは80年代って言うと、僕トムキャットすごい好きでしたね。好き、このトムキャット、何ロックンロールだっけ、フラリ気分でロックンロール、あの北斗の拳の曲の主題歌とかタフボーイとか、あ、飲む歌ってらっしゃる、結構好きで、今鉄工所かなんかで働いてるんですよ。あ、そうなんだ、やめて、そうなんだ、そうなんですよ。80年代といえば80年代、うん、トムキャットなんだ、トムキャット、80s リクエスト、キャットトムじゃないんだよね、キャットトム、トムキャットなんだよね、トムキャット、トムブラウンってもうないんだよ。なんだトムって、なんで男の名前なんだよ。トム、セーターがトムとか、トムってなんで、トムってなんでしょうね。トムを考える、トムがついてる人をちょっと集めて考えてみたい。宮崎トムのろくなもんじゃない。トムを考える。いや、そういうテーマじゃない、 80s リクエストですから。受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、受付ファックス番号は 0570-02-1242。 採用された方にはもれなくニュータッチの凄麺詰め合わせセットをプレゼント。そんなこんなで今日も1時まで生放送。口の減らないやつ、この時間はニュータッチ白鶴酒造がお送りします。凄麺って麺がすごいですよね。その技術、10年以上かけて開発した凄麺オリジナルらしいですよ。え？麺だけで10年、そりゃすごいわけだ。生麺みたいで他とは違うよね。麺がすごいから凄麺、ニュータッチ凄麺、うまいヌードルニュータッチ。小沢幸吉です。愛を込めてこの歌を送ります。へんやまるへんやまるおいしいまるへんやまるみんなまる日本の酒白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。次のお休みどうしようと思っているあなた、パチンコ吉兆でパチンコデビューしませんか。吉兆は初めての方でも親切丁寧に接客します。お休みの日もパチンコ吉兆へ GO！ パチンコ行くならパチンコ吉兆。日本放送ラジオビバリーヒルズ。
もう一つメールファックスの募集です。お便りいきなり大笑い。木曜にお届けしているのは謎かけ芸人土っちの整えてきました。今週のお題は春休み、小学校中学校では今日が今日か明日が終業式で、あさってから春休みというところが多いようです、まだ大学生はすでに春休みを満喫中だと思いますが、春休みを題材に謎かけをお願いします。受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 受付ファックス番号は 0570021242。 土っちに勝てば Amazon ギフトカード1000円分を差し上げます。その他すべてのメールファックスから抽選で3名様に番組特製名シールをプレゼント。たくさんのメールお待ちしてます。想像してください。実家に帰った時のあの子供の頃から使っている毛布の安心感。NTT 東日本の情報セキュリティ対策も常に安心であるためにプロが通信状況を見守ります。ウェブで検索 NTT 東日本。カバライ菌の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやガソリンスタンド、ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。高島彩のナスバのお話。運転気をつけてね。事故のない社会へ。1、2、安全2にナスバ。ナスバは安全運転のアドバイスや車の安全性能の評価もしてるの。事故のない社会へ。1、2、安全2にナスバ。国土交通省ナスバ。ナイツザラジオショー、ゲストは八嶋智人さん。八嶋さんは移動の飛行機をビジネスクラスにしてあげると仕事を頑張ってくれるそうですよ。ドラマ不適切にも程があるでの話ですね。ツツミンのプレミアムサタデーで急遽代役 MC を務めた話も詳しく聞きましょう。それもドラマの話だな。ラジオでもきっと八嶋無双。ナイツザラジオショーは今日のお昼1時から。ふみおのちょっといい話。この時間は高リッチ続々オープンハウスがお送りします。おお、快速のランナーが出塁したぞ。スピード自慢ならオープンハウスの不動産買取も負けてないぜ。なんせ最短48時間で即現金化できるからな。リードしてるね、業界を。で、なんでそんな詳しいの？ご相談は 0120-558-182-55-2 まで。オープンハウスグループ。日本放送ラジオビバリーヒルズ。さて、昨日から日本放送はメジャーリーグ開幕戦一色となってます、この時間もソウルで取材中の日本放送スポーツ部大泉健人アナウンサーに伝えてもらいたいと思います。大泉さん。はい、おはようございます。よろしくお願いします。今年の巨人はどうかな、はい、今年の巨人は巨人聞くんだ。優勝だと思います。メジャー行くと優勝だと思います。適当に言わないよ。昨日から先発が多いので、はい、いや違う、今ですね、黙ってろ。今、ソウルにあります、はいはい、試合会場のコチョクスカイドームの最寄り駅のクイル駅というところの周辺で私リポートしてまして、はい、こちら快晴、雲一つない天気、気温ただ8度と冷えてます。あ、はい、まずあの、うん、そう、大谷選手の活躍で、ね、球場中がもう酔いしれてまして、ドジャースブルーのユニフォーム、まあ、昨日はグレーのビジターユニフォームでしたが、2安打1打点躍動している姿、皆さんあの打席に大谷選手が立つたびにスマホを構えて動画を撮っている姿も印象的でしたね。はい、でただ昨日、通訳の水原一平さんの、はいはい、話題、こちらでも韓国でもですね、大々的に報じられていまして、新聞では信じていた通訳に裏切られた、衝撃的な解雇理由だなどの、まあ、見出しもついてます。はい、はい、で、まあ、昨日私試合後にドジャースのクラブハウスに入って大谷選手に話聞きましたけど、普段と全く変わらない様子でした、非常にですね柔らかな表情で、当然横に水原通訳もいまして、でインタビュー終わった後に水原一平さんとおそらく一緒にバスに向かっていたので一緒のタイミングで乗り込んでたと思います。あ、じゃあもう本当に昨日、はい、全然動じる様子はなかったですからね。そうですね、で一部報道によりますと、はい、ま、試合後にチームメイトに水原通訳がいろいろ打ち明けたということも報道されてるんですが、ま、メジャーリーグの記者によると通常であれば試合終わった後割とすぐにクラブハウスに入室できるのが
まあ、一般的だそうなんですが、はい、昨日は確かに試合後すぐ入ろうとしたら、うん、警備員の方に止められて20分ぐらい待った時間があったんですよ。あ、なるほど。なので、まあ、一部報道のことがもし事実であれば、はいはいはい、うん、その時間に何らかの話があったのではないかということですね。じゃあ、まあ、そこで帰りのバスとかで話したの、はい、したのかもしれないですね。わかんないですけどね。そうですね、我々報道陣がクラブハウスに入る前に、うん、もしかすると選手全員に伝えたかもしれません。なるほど、はい、という中なんですが、はい、まあ、今日第2戦が行われまして、うん、古直スカイドーム周辺は日本から来ているファンの方、うん、チケットは持ってないんですけど写真撮影だけしに来ましたという方、昨日もそうだったんですが、今日も、いらっしゃいます、うん、はい、今日はだから山本投手ですね。山本投手が今日、山本投手です。はい、ただ大谷選手は全く緊張しないタイプだと思いますんで大丈夫だと思いますよってことを話してました。山本ね、すごいですね。山本投手に関して本当、はい、今日秋さんですもんね。秋野瀬さん、ね、そうです、今日秋野瀬さん、秋さん言ってたけども和久さん、ね、全球団対ドジャースって言ってましたからね。あ、もうドジャースぐらい戦力は戦力がすごいって言ったら飛び抜けてると、うん、いうことですね。そうですね、各選手の年俸もすごいですから、はい、ね、はい、ということで、はいはい、今日は日本放送ショーアップナイタースペシャル、ね、完全生中継あります。大泉さん、ありがとうございます。ありがとう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、さ、俺のいいところってどこ？ね、優しい、いや、そうでもないな。頼れるわけでもないし、ないんかい！彼のいいところを見つけるのは大変でしたが、中古車ならいいところをすぐに見つけてくれる。それが中古車買取のガリバーなんです。いいとこ探しのプラス査定。車種、年式、走行距離でおおよその値段がわかるんですって。0120-66-4747 ガリバーへお電話を。バリアフリーは設備だけではありません。大切なのはあなたの心です。エレベーターはエスカレーターや階段での移動が難しい方を優先してください。心のバリアフリーをあなたから。バリアフリー設備の適正利用にご協力を。セーフゴーホー。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。鶴子でおま、田中美和子でおま、鶴子の噂のゴールデンリクエストではありがとうリクエストを募集中。お前らの皆様、半年間ありがとうございました。寂しいですね、首相、最後に一言どうぞ。何しとんねん。あん、鶴子の噂のゴールデンリクエストは今日夜6時から。ここで産経新聞ニュースです。報道部森田デスク、お願いします。はい、お伝えします。気象庁によりますと、今日午前9時8分ごろ、栃木県と埼玉県で震度5弱を観測する地震がありました。震源地は茨城県南部で、気象庁は震源の深さを速報値でおよそ50キロとしていましたが、46キロとする暫定値に更新しました。地震の規模を示すマグニチュードは 5.3 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。政府は総理大臣官邸に情報連絡室を設置しました。林官房長官の記者会見です。東海第二発電所をはじめ原子力施設については現在のところ異常があったとの報告は受けておりません。人的被害については本日10時時点でない報告を受けておりますが、まあ、引き続き関係省庁において被害情報の確認を行っております。新幹線は東北、上越、北陸新幹線の一部区間で運転を見合わせておりましたが、現時点ですべて運転再開済みであります。次に、アメリカメジャーリーグドジャースは21日、大谷翔平選手の通訳を務めてきた水原一平氏との契約を解除したと発表しました。球団の広報は現時点でコメントはないという声明を出しました。
20日付の複数の現地メディアが解雇したことを伝えていて、ロサンゼルスタイムズは違法とされるブックメーカーカケアとの関係が浮上し告発されたとしています。またスポーツ専門局の ESPN は、水原氏は捜査当局が調べていたブックメーカーに借金があり、大谷選手の口座から少なくともおよそ6億8000万円が送金されたと伝えました。水原氏は ESPN の取材に、違法だとは知らなかった、野球にかけたことはないと述べ、大谷選手が賭博に関与していないことを強調したということです。大谷選手側の弁護士は、翔平が大規模な窃盗の被害に遭っていることが判明し、当局に問題を引き渡したという声明を出しました。ところで、その大谷選手が出場し、昨日 NHK 総合が中継したドジャースの開幕戦の平均世帯視聴率が関東地区で 24.9% だったことがビデオリサーチの調べで分かりました。沖縄日本放送では、ドジャース対パドレスの開幕第2戦を今夜7時から完全実況生中継でお送りします。休日明け今日午前の東京株式市場は、日経平均株価が取引時間中としての史上最高値を今月7日以来2週間ぶりに更新しました。休日前のおとといの終値からの上げ幅は一時700円を超えました。午前の終値はおとといより666円92銭高い4万670円52銭でした。ところで、日銀が保有する短期を除いた国債の時価ベースでの発行残高に占める割合は、去年12月末時点で 53.78% でした。これは日銀が今日発表した去年10月から12月期の資金循環統計で明らかになったもので、大規模な金融緩和策の一環として長期金利を低く抑えるため、国債を市場で大量に購入してきたことが要因です。また家計が保有する金融資産の残高は去年12月末時点で2141兆円となり、過去最大を更新しました。おしまいに、昨日山口県下関市沖に停泊していた韓国船籍で外国人の乗組員11人が乗ったケミカルタンカーが転覆した事故で、門司海上保安部は今日10人目の外国人乗組員を救助したと発表しました。容体は明らかにしていません。行方不明者は残り1人となりました。ニュースは以上です。ありがとうございました。大月みやこ、五代夏子、香西かおり、火曜ビッグステージ2024、6月6日木曜午後2時からウェスタ川越大ホール、チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。パワーウィズハート、関西電力がお送りする日本放送天気予報です。今日の関東地方は概ね晴れています。この後も広く晴れるでしょう。ただ北部の山沿いでは昼頃まで雪で、積雪や路面の凍結による交通への影響に警戒が必要です。東京は晴れ時々曇り、最高気温は11度前後と昨日より4度くらい低くなるでしょう。以上、お天気でした。環境対策や経費削減、課題が山積み。それなら全国で対応してくれる関西電力へ。検索ワードは脱炭素ソリューション。自社の課題から最適なソリューションを診断できるのね。たくさんの事例もあって分かりやすいわ。早速相談してみよう。電気だけじゃないソリューションを、関西電力。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの前田さん、よろしくお願いします。はい、東京外環道は関越道方面に向かう内回りの草加インター付近で乗用車3台の事故のため、松戸インターまで14キロの渋滞です。外回りは川口西インターを先頭に和光インターまで11キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の下りの五国寺で緊急の工事のため西神田まで4キロの渋滞。都心環状線内回りは京橋で緊急の工事のため、羽田線の鈴ヶ森まで渋滞しています。東京都の神奈川通りの杉並区方面への内回りは、板橋区小金三丁目でトラックなど車4台の事故で1キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの前田でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報は12時25分頃お伝えします。
うちの農地いつまで貸してたっけ？そろそろ契約が終わる時期じゃない？更新の手続きってどうすればいいんだっけ？令和5年度から農地の貸し借りや更新の方法が変わっています。まずは市町村に確認を。ご相談なら千葉県農地中間管理機構へ。え、あのゲームも全部ただ？完全無料のオンラインゲームが遊び放題のボンズフリーはあなたのちょっとした隙間時間の味方。いつでもどこでも誰でもただで遊べて面白い。今すぐボンズフリーでお気に入りのゲームを見つけて。ボンズフリー。おいしいルルルルバンバタロール。お、いい香り。柔らかい。マーガリンと合う。そうなんです、この味大好評です。山崎ルバンバターロール。ナイス花野美雪と土屋信之のラジオビバリーヒルズ。マスオです。今日の音楽道場破りのテーマは 80s リクエストです。サザエでございます。うちにはまだ黒電話もブラウン管テレビもございます。ナミヘイです。急がないと娘がニャンニャンしちゃうので今日はもう帰ります。サザエがニャンニャン、めちゃくちゃなうちだというわけで今日も11時半から生放送ラジオビバリーヒルズ。木曜日の担当は清水美智子とナイツのお二人です。よろしくお願いします。そして木曜のお昼は音楽道場破り。リクエストが採用された方には嬉しいプレゼントが待ってます。よろしくお願いします。今週の 80s リクエストが採用された方にはもちもちのノンフライ麺が特徴の山台から大人気のご当地ラーメンニュータッチ凄麺仙台辛味噌ラーメンを含む12種類の凄麺詰め合わせセットをプレゼントします。全国的にも名高い仙台味噌、その長期熟成させた味噌感の強い仙台味噌を 100% 使用。アクが強くすごいメンバーを 100% 使用したのが映画漫才協会ザムービー仙台では。お待たせいたしました。明日から仙台市宮城野区にあるチネラビータで上映がスタートします。仙台東北地方の皆さんもぜひご覧ください。お願いします。ニュータッチすご麺仙台辛味噌ラーメンは生姜、ニンニク、練りごま、豆板醤などで専門店のような風味豊かでコクとしびれるような辛さを合わせ持つスープに仕上げました。ラーメンを食べると仙台に行きたくなるように映画漫才協会ザムービーを見ると浅草東洋館に行きたくなるようにサブリミナル効果が仕掛けられています。低予算でそんな凝ったことしてないでしょね、よかったらお越しください。というわけであなたも茹でたてのうまさ、まるでお店のラーメンのような本格的な味を追求したノンフライのカップ麺ニュータッチ凄麺シリーズと、今月31日浅草東洋館で開催されるスペシャル寄席春の大洗祭り新宿カウボーイ金木を正則一日支配人就任をどうぞご存じください。何なんですかこれ。一日支配人就任、さっぱり分かりま、誰も興味が持ちにくいでしょ、はい、興味ないですねこれは。さすがに31日ってね、そう引きが下手なのかな。一日余るから何でもやっていいんですけど金木用がなんか31日ちょこちょこ出てくるんですよね、司会とかね、なんかそういうので。だからって一日支配人就任だって行こう行こうってならないからそうですね、引きがないですね。お願いしますよ。福井県のラジオネームジョーカーマーチさんからいただきました、はい、1985年頃から年1回放送されるアメリカ横断ウルトラクイズが楽しみでした。一般の方が1ヶ月かけてアメリカを旅行してクイズに勝つと次に進めますが、うん、負けると罰ゲームを受けて日本に返されるというものでした、うん、お金あった ね本当ですよ、すごいね。しかしある時期からとても怖い番組になりました、うん、ある場所で負けた人が砂漠の真ん中で取り残されて自力で空港に行けという罰です。80年代だね。すげえな。すごいね、強気。テロップに帰国クエスチョンマークとハテナマークがついていたので、あの人まだ帰れてないんだと真に受けてしまい、とても怖くなりました。もちろん、大人になってからは演出だとわかりますが、当時は真面目に置き去りにされたのを、心配していましたということです。なんかこういう時の番組のなんか会議とか楽しそうですね。楽しそう。強気だったからね。そうですね。経験つって、そうだな。ちょっとドキドキさせた方がきっと面白いよっつってね、思ったんでしょうねきっと。めちゃくちゃだな。そうか、アメリカまで一般の人行ってたんですね。面白そうだね。最初は丸バツクイズでスタートして、なんかそう西武球場とかでやってましたよ ね最初ね。で最初こう分かれてて、うん、何回かやってあれですかね、予選を勝ち抜いた人たちが、そうそう、アメリカ行けて、それでも。すごい優秀な人の子くっついている人いそうだよね、顔覚えて。
いました。ああ、まあそんな感じ。そうだね。ね、うん、クイズ常連さんとかね。ズルが上手な人。野瀬さんみたいな人でしょ、なんかいたら野瀬さんみたいな。野瀬さんみたいな人っていうの。クイズの有名な人。そうそうそう。あ、はいはい、ね、なんか覚えてる。野瀬さん。なんで何回も優勝してる人いましたよね。いたいたいた。あの人も、野瀬さんだっつって。よくすぐ出るね。なんか気持ち悪。野瀬さんでしたっけ気持ち悪い。いや、結構見てたんで。アメリカ砲弾が好きだったの。なんか司会の人も楽しそうだよね。福留さんですね。福留さんだ。ああ、そうですね。うん。福留さんもやってたし。福留さんなんかやってましたね。やってた、やってた。というわけで、それを思い出しながら、ダパンプで USA。USA!USA をお聞きいただきます。難しい、うん、あ、また来た。日立市の、日立太田市のピンクの糸電話さんです。みやちゃんまた来たとか言うな。そう、失礼でしょ、私にも。ピンクの糸電話さんにも。失礼でした、すいません。また来た。毎週来ますね、最近ね。ピンクの糸電話さん。呼び込みしてるから、先日、実家の母が、うん、職場の人がおばあちゃんたちにどうぞってくれたんだけど、使う、うん、と紙袋を出してきました。うん、中にはカンペンケースが2つと数本の鉛筆が、カンペンケースの絵とクニー KUNI と書かれた文字を、幼少期の記憶が蘇りました、うん、80年代に一世を風靡した山田邦子さんのタレントショップの商品だった。もうクニーズがねすごいね売れちゃったんですよ。あのスイカが好きですからね、スイカをフィーチャーしたっていうグッズがすごい。トカちゃんもね一緒にね、あのトカちゃんベルトがしましたよね。トカちゃんもね、トカちゃんもトカちゃん人気あったもんな。芸能人のグッズが多くあった中でも、私はなぜかクーニーの文房具が欲しかったんですね。しかし当時欲しくても手に入らなかったクーニーの未使用品の文房具を令和の今になって手にするとは、うん、そんな憧れだったクーニーを子供たちに渡すわけもなく、私のコレクションに加えたことは秘密ですという。そうですね、今芸人でこういうタレントショップなんか、うん、いいね、持ってる人いないですよね、個人で。いないよ、うん、あのエグジットとか、エグジットとか、あ、エグジットそんなか、まあ、ブランドとか、あ、 A ちゃんあるんじゃない。A ちゃんは、そうだ、お店があるんですか、ショップだけど、今もうないのか、スタジオになっちゃった。じゃあ、ショップはないもん、なんかもうオンラインとかだもんね、今ね。まあ、そうだね。あ、そうだ。ね。グッズの在庫が大変だから、オンラインが多いもんね、今は。田代正史さんのお店とかもあるけど、マーシーとかもありますよね。伸ばすといいのかな、クーニー、マーシー。クーニー、マーシー。ペイペイ。ペイペイは、伸ばして繰り返してる。そのお店に入ってるかもしれないですけど、今。あれを伸ばし棒と、水原ペイっていう。伸ばし棒っていうふうにすることはできます。水原ペイ。1なんですね、あれ。気をつけないと。すいません。伸ばし棒じゃないです。数字にちょっとね、目がくらんじゃうんです。そういうことじゃないですね。この方のリクエストは、山田かつてないウィンクの、さよならだけど、さよならじゃない。さよならだけど
山田勝手ないウィンク、さよならだけどさよならじゃないを聞いていただきました、はい、大ヒットしましたからね。あ、そうですね、ひりこさん。確かに大ヒットしました。聞いてました、子供の頃。すごかったな、うん、確かに可愛かったんですよ私。自分で言わせないでください。自分に言わせないでください。2回言う。続いてラジオネーム、うなじのほくろが超セクシーさんです、はい、80年代の思い出は公衆電話ボックスから片思いの彼への告白です、今のように携帯電話を持っている中高生はいなくて、街中にはたくさんの公衆電話があった80年代、うん、中学時代片思いの彼に告白しようと面と向かっては恥ずかしい気持ちもあって、電話でまずは好きだということを告白しようと思って、うん、親友二人に相談したら告白に付き合ってくれると言ってくれ、うん、公衆電話ボックスに3人で入って彼の家に電話をかけるのですが、楽しそう。最後のボタンを押す時になって、やっぱダメだと電話を切ってしまうこと何度か、怖いと思うよ。そしてやっと彼に電話で好きですと告白できました。ところが公衆電話を出るところになって、公衆電話の扉が私たち3人が邪魔をして開きません、うん、ああ、そうですね、あ、なんか引かないといけないから、そうだ、3人入っちゃってるから、いろいろ体勢を変えてドアから出ようと思うのですが出れません。公衆電話の中は自分たちの汗で曇るし、暑いし、コント、結局告白した彼にもう一度電話をして助けに来てもらいました、危ないんだね逆に。本当だね、あ、そんな、確かに引くんだよね、内側にね、そうですね、そうだそうだ、あのこう、そう、畳むタイプのね、そうそう、畳むタイプの、畳んで開くタイプだったから、なるほど、そんなことがあるんだね、青春ですね、本当だよね、今の子は知らないだろうね、使い方とか、きっと、そうですっかり見なくなりましたもんね、見なくなった。なんであるんだって感じだよね、逆に見ると。ああ、そうですね。もう結構な土地代だよね、今考えたら。本当ですね、うん。なんであるんですかね、なんかあった時のためにですよね。かな、まだにまあ、多分あるか。公衆電話はあるよ。ボックスはなくなったとし、少なくなったとしても。ボックスじゃない公衆電話ってあるんですか、そのあれ、あるよ。そんな若ぶる、え、あ、どこに、どうやどうどうど公衆電話だけ置いてある地区とかね。お店とか駅とかのと何かあった時の、ね、ああ、そっかそっかそっか、ああ、そう、なんか、あの、外、ね、外じゃなくてね、こういう、うん、あの、路上、歩道の中とかじゃなくて。路上。だからあと30年ぐらいしたら、今、当たり前みたいにこれ見てるやつも、なんでこんなのあったんだっていうのありそうですよね。ありそう。何がなるかな、何だろうな、ね、何だろうな、最近さ、うん、街歩いてて、携帯なんか持っていかないと、何時か分かんないじゃん。時計がすごいなくなったよね。本当かもしれないですね。時計がない、確かに。時計ないですね。時計が全然ないの。それで、駅もなくなったんだけど、駅のやっぱり時計台って半端ないんだって、全国的に。ああ。ちゃんと稼働しなきゃいけないし、当然。結構管理費がかかる、うん。それでなんか結構な経費が浮くんだってさ。でみんなまあ持ってるから、正確ですからね、そうだね。これから何がなくなるんだろうね。ねえ。LINE とかも普通になくなる時も来るんでしょうね。そのなんか今普通に使ってるそんな連絡手段とかも。LINE すごい便利だけど、そうなるのかね。なくなったら不便だな。メールの方がなくなりそうだね、でもね。まあ、LINE があんまり便利すぎて。そうですね。確かに。なくなっていくかもしれません。この方のリクエストです。田原俊彦、ハッとしていく。きらめく光源で
僕は今爽やかな君だけのプリンスになると決めたのさ。真原としっこハッとしてぐでした、はい。ラジオネームフルダヌキさんからいただきました、うん、はい、80年代いちごを食べるためのいちごスプーンってどの家庭にもありましたよね。 あったよね。スプーンの底面が平らで、いちごの表面のような模様がついたいちごを潰すためだけの形状をしたあのスプーンです、うんうんうん、我が家にも家族の数だけいちごスプーンがあって、うん、お皿にいちご数個と牛乳とお砂糖を入れてみんなで黙々といちごを潰していたものです。今はとても甘くなったいちごですが、このいちごミルクの食べ方は最高に美味しいと思います、ということです。甘くなかったからか、あったよね昔ね、甘くなかった。そうそう、いちごが酸っぱかったから砂糖入れて、ミルク入れて、うん、いちごスプーンってのもあったし、はい、グレープフルーツスプーンってのもなんかあった。あ、ありました、うん、グレープフルーツ覚えてる。はい、だからもう半分に切って切って、うん、それをこうって、そうですね、すくって食べてましたよね。うん、あれにもフロストシュガーってのついてて、やっぱそんな甘くなかったってことかな、今考えると。確かにグレープフルーツも砂糖かけて食ってたな。そうだよね、なんかと爽やかなこうお砂糖を。昔砂糖ってなんかこう、今もそうなんかもしれないですけど、うん、あのスティックみたいなやつなかったから全部スプーンでガバってかけてましたよね、なんか、うんうん、今もある、あ、今はある、こうガチャって、うん、ガチャって引き出してね、四角いこう、うん、中に入ったさ、あ、お砂糖入れ、はい、砂糖入れ、うんうんうん、出してね、そっから、そっから、すごいね、フルーツ産業ってどんどん甘くしてるってことだもんね。そうですね、すごいですね。うん、すごいと思う。だってもう潰さないもんね、いちごなんか。なんで潰すのって感じだよね、若い人って。そのまま食べて一番美味しいんですから。うん、そうですそうだよね、もったいないと思うよね。ほんだ、今いちご埼玉が強いらしいですね。あ、そうなんだ、美味しいんだ。急激に今埼玉の品種が食べたくなってきた。誕生日いつ早く来ないかな、誕生日。早いよ。今日は花輪さんやったよ。今日の花輪さんだ。ありがとうございます。キルフェボンのケーキがすごい美味しくて。いや、美味しかった。そうですよ。いちごも入ってました。花輪さん言ってたけど、タルトってそんな美味しくないっていう、普段思ってるけど。なんかタルトってね、あんまり食べないですけど。あんまり選ばない。そんなにそう。ケーキがいっぱいある中で。やっぱりケーキ選んじゃうけどね。そうですね。ここの美味しいね。そう、ありがとうございます、本当に。ね、来年まで待ちますんで。買えよ。もらうことしか考えてないから。いちごもよろしくお願いします。5月ぐらいの人は死ぬぐらいに入れていた。5月誕生日生まれの。誕生日で選ばれるっていう。すごいですね。この方のリクエストです。はい、バンバンでいちご白書をもう一度。いちご白書をもう一度お聞きいただきました、はい、三鷹市のうどんさんですね、
80年代陸の孤島の田舎関西で生まれ育った私はラジオ洋楽好きの小学生でした。当時 FM 番組に往復ハガキを送ればDJ からハガキで返事がもらえた番組がありました。自分のラジオネームをつけてくださいとハガキを書いて送ったところ、プレスリーの格好をした DJ の似顔絵とともにフレッシュレモンというラジオネームはどうかなと返事。さすが FM ですね。小学生ながらに、あいつらなんかあいつら爽やかに爽やかにしながら、はい、って微妙なラジオネームだなと思いながらしばらくフレッシュレモンでハガキを出しました。中学生になってなんか恥ずかしくなって使用をやめました。あのハガキどこ行ったかな。自分がつけてくださいって言ったんだろう。フレッシュレモンレモンだけでも恥ずかしいのにね。フレッシュレモンはずいな、なんか確かに。そうだね、長い。今うどんですよ、ね、今うどん。そうだね、今うどんです。落ちたな。落ちましたね、フレッシュレモンから。うどんがしっくりくる人なんでしょうね、多分ね。ペンネームうどんって謙虚すぎるよ、それは。自分はフレッシュレモンなんてって。フレッシュレモン。俺なんか最終的にうどんで自分うどんになったんだ。そうなんですね。なんかラジオネームって経緯があるんでしょうね。多分つけた。そうだね。そうかもしれないね。二十歳なんか持ってないもんね。ラジオネーム持ってないですね。ラジオネームなんかわかんないですね。ありますっけ、清水さん、ラジオネーム。私よく出してたから。あ、そうですよね。うん、ああ、それ何で。でもなんか自意識過剰で、はい、またこの人だって思われるんじゃないかと思って、うん、全部変えてた。うん、あ。そうなんですか、うん、なんか同じやつでね、常連さんみたいになりたいっていう、うん、あれありそうですね。そういうのもある、うんうんうん、へえ、あえて書いてたんですよ。うん、なんかがっついてんなって思われるんじゃないか。誰も絶対分かってますよ、その頃から。なんかそういう書いてきてんなって分かってんのかな。もう恥ずかしい。住所見たら多分二重に恥ずかしい。あんまりいないからね、日高山からっていう人が。そうですよね、そういうメンタルだった。さあ、この方のリクエストは、うん、デッドアライブで You Spin Me Round。今日は春休みリクエスト、今日はエイティーズリクエストを紹介しましたが、うんうん、来週は我々が春休みで清水さんのお相手は高田先生と森さん中の黒沢さん、うん、高田先生との顔合わせは久しぶりということで、来週はお久しぶりリクエストを募集します、うん、
数年ぶり数十年ぶりに再会した人とのエピソードや久しぶりに地元や母校に顔を出したとか、ご無沙汰していたエピソードにリクエストを添えて送ってください。花輪、はい、さんは久しぶりというと、いや最近桃鉄やってないな。桃鉄ゲームね、もう聞かなくなったね。そういえばやりたいんですよね。ワールドね、出ましたけど、桃鉄ワールドやりたい。ワールド出てんの。ワールド出てるんですよ、世界各地。それで都市名覚えるのが大変なんだよ。都市名覚えるのが結構です。あ、でも勉強なんで、日本中の人と一気にできるんですよ、オンラインで。あ、そういうもんなんだ。すごくないですか。たっぷりやりたいですね。たっぷりやりたい、桃鉄は。さあ、そんな、お久しぶりリクエスト受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 はがきは郵便番号 100-8439、 日本放送ラジオビバリヒルズ音楽道場破りの係まで、たくさんのリクエストをお待ちしてます。クレーン建設機械玉掛け高所フォークなどの免許はさくらクレーン学校、千葉県のさくらクレーン学校へ。ベリーベスト法律事務所より、集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した皆様へ、昭和16年から63年生まれの方を対象とした最大3600万円の給付が現在行われています。まだ給付を受けていない方は給付を受けてください。特に注意が必要であるのが、現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方です。これらの方は給付対象にもかかわらず給付を受けていないことが多いです。最後に、この給付金ですが請求期限があります。期限が切れる前にあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。 0120-70-7000番、 70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。どうもミキです。兄の昴生です。弟の亜生です。我々ミキがチームで何かに挑戦している京都の人を応援するミキのキョットキャスト、切り開け京都挑戦組、日本放送ポッドキャストステーションで配信中。ラジオのミキ昴生はしょっちゅう叫んでいますが、ここではそこまでケンケンしていないので、それが気になっている方も聞いてください。女子高生みたいに言うな。ナイツザラジオショー、ゲストは八嶋智人さん。八嶋さんは移動の飛行機をビジネスクラスにしてあげると仕事を頑張ってくれるそうですよ。ドラマ不適切にも程があるでの話ですね。ツツミンのプレミアムサタデーで急遽代役 MC を務めた話も詳しく聞きましょう。それもドラマの話だな。ラジオでもきっと八嶋無双。ナイツザラジオショーは今日のお昼1時から。パチンコ&スロットアミューズがお送りします。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの星野さん、お願いします。はい、首都高速道路は都心環状線の内回りの京橋で緊急工事のため渋滞しています。それでは羽田空港方面から銀座までのルートです。羽田線の羽田から都心環状線の内回りを通ると銀座までは1時間、羽田線の羽田から湾岸線の有明ジャンクションを経由してレインボーブリッジを渡ると銀座までは50分、湾岸線の空港中央からレインボーブリッジを渡ると銀座までは40分です。次に霞が関から東名高速中央道方面へのルートです。霞が関から3号線と東名高速を下ると海老名ジャンクションまでは1時間20分、霞が関から4号線と中央道を下ると八王子ジャンクションまでは1時間です。日本道路交通情報センターの星野でした。ありがとうございました。次の日本放送交通情報はナイツザラジオショーの中で1時30分頃お伝えします。さて、今日夜7時からは日本放送ショーアップナイタースペシャル MLB ソウルシリーズ2024、ロサンゼルスドジャース対サンディエゴパドレスを完全実況生中継でお送りします。大谷翔平選手、山本由伸投手が所属するドジャースとダルビッシュ有投手、松井裕樹投手が所属するパドレスが対戦。解説はドジャースでも活躍した石井和久さん、メジャーリーグに精通するベースボールコメンテーターの秋猪瀬さん、実況は荒井川裕二アナウンサーです。世界中の野球ファンが注目する一戦、ぜひ日本放送でお聞きください。ドキドキ、ワクワク、楽しいが溢れ出す、あなたの日常に驚きを。快適な居心地空間を提供するドキワクランドは東京、神奈川、静岡に9店舗展開中。すべての人に感動を。パチンコ&スロットドキワクランド。続いてはラジオリビングです。今日は三菱電機軽量ハイパワーキャニスター掃除機のご紹介です。どんな小さな仕事でも残らず吸い込むという噂のキャニスター柿花さんが紹介します。スイッチオン。
はい、お任せください。柿アナです。今日は総決算の今しかできない特別企画、三菱電機軽量ハイパワーキャニスター掃除機をご紹介しています。今回ラジオリビングだけでなく三菱電機の決算も重なって超特別価格が実現しました。このキャニスター掃除機、いわゆるコード付きの掃除機ですが、実は非常に根強い人気なんですね。その理由は充電不要のハイパワーで長時間しっかりと家中を掃除できるというのが魅力です。とにかく吸引力が素晴らしい。コンセントから直接電源を取るので超強力です。一般的なスティック掃除機と風量ラジオリビング独自で実際に比較してみたところ、なんと強モードでおよそ 2.5 倍、重さは 2.4 キロと軽量です。小回りが効いて使いやすいんですね。三菱電機軽量ハイパワーキャニスター掃除機、店頭では高いもので6万円くらいする商品もありますが、今回決算価格税込み16,800円、関東1都6県送料込みです。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。ミラース、渡辺美希です。渡辺が新総合居酒屋を始めました。東京大井町の駅前にオープンした渡辺のこだわりの恋愛は、焼肉の上村牧場、お寿司の寿司の輪、四川中華のワンズガーデンなど渡辺グループの人気専門店が集結した新しいタイプの居酒屋です。サントリー山崎12年渡辺ファウンダーチョイスも楽しめます。産経新聞ではご使用されたランドセルを財布やパスケースなど7点に加工するリメイクサービスを実施中。読者でなくてもご利用いただけます。料金は7点込みで驚きの税込み 13,800 円。詳しくは産経 ID ランドセルリメイクで検索。3月21日、安住ゆみちゃんの天気予報です。今日の天気は晴れ時々曇り。今日はすっきりと晴れていますが、北寄りの風が強く吹き、冬の寒さとなりそうです。強風には十分ご注意ください。静雄です。今日は暇なし、近所の卒業式にでも参加しようかな。出てってください。元ドラえもん、ユニクロに僕をデザインした T シャツが登場。でも仙台のドラえもんが登場するのはここだけ。じゃじゃん、清水ミチコの道を一へ。ね、大問題ね。勝手に、はい、ユニクロは勝手なわけね。こっちですユニクロの T シャツブランド UT。 はい、はっきり言って問題はこっちです。生誕90周年の藤子 F 不二雄作品とコラボしたアイテムが今週月曜から発売されています、うん、T シャツにはドラえもんのドラえもんほか、パーマンのパーマン1号、キテレツ大百科のコロスケ、エスパーマミのさくらまみ、ポコニャンのポコニャンなど、数々の名作のキャラクターが集結し、名場面などが再現されたデザインになっているそうです。そんなドラえもん情報は置いといて、今週話題になった言葉を紹介しましょう。まずは山口萌さんが自身のインスタグラムを更新。夫の爆笑問題田中裕二さんが娘さんと手をつないでいるツーショットを公開しました。卒園式でした、うん、娘がこんなにパパっ子になった理由の一つは、朝の娘の支度と登園、それに寝る前に読む絵本3冊を自ら率先して担当してたパパさんの行動力の賜物だと思います、仕事で無理な時以外は毎日パパさんありがとう、新生活もお互い協力して乗り越えましょう、わら。そうなんだ。わー、すごいな。すごいね。田中さんも偉いし、支度と登園ねえ、お礼を言ってくれる萌ちゃんもね、本当ですね。絵本3冊はすごいな。すごいね。やっぱ毎日コツコツね、たまがないのにね、まだやってんだから。いや、関係ないでしょ。関係ないです、すみません、セクハラないと言うのにね。一言多い。偉いですね。片手間でね、片手間で。片手間ですから。やめなさい。片手間ですから、昔でしょ。さあ、続いては、うん、フジテレビで行われたお台場恐竜展覧会のオープニングイベントに、公式サポーターを務める自衛隊芸人のヤスコとガチャピンが登場しました。ヤスコです。はい。ガチャピンと同じ声で、どっちが喋ってるかわかりません。はい。今回、こんな恐竜がいたら、恐竜がいたら夢があると思って、ブラキオハイというブラキオサイロスを考えました。全員81センチです。はい。
めちゃくちゃだな。81メーターだ。全長81メーター。ブラキオハイ。安子。はい。全然恐竜っぽくない。すごいね。ブラキオハイって。明るい。公式サポーターなんです。そうなんだ。忙しいね。恐竜展なんか忙しい。本当に安子さん。ガチャピンも恐竜ですもんね、一応。あ、元は恐竜ですよね、ガチャピン。ガチャピンって恐竜なのか。だから雪男ですもんね。雪男と恐竜。そっか。キャラクターだから。ガチャピンと並んでやってるってすごいね。いもうガチャピンが有名になっちゃった。そこまで行ったって感じだよね。本当だよね。よね並んだってことはね。キャラクターで愛されるキャラクターとか。雪男っていうのいるんですけどね、芸人。並ばないでしょうね。ムックン、ムックとしても並ばないことはないでしょうね、雪男さんは。赤い衣装着てね、やってます。寒さは一緒なんですけどね。滑り湾ではね、大活躍しました。チャンスお城さんが言ってたんですけど、今まで生きてきた中で雪男さんの家が一番汚かったって言ってました。一番汚いんだって相。相当いろんなとこ見てると思いますけど、ね。そうだよ、あの人ならね。あの人の家だって相当汚かったです、僕行ったことない。行ったことある。僕の暗いもんなんないですって言ってました。あー、よっぽど。うん。雪男さん。そうか。ね、僕は雪男。さあ、続いて。ケツ男だったんですね。お次は、将棋の棋王戦。五番勝負の第4局が栃木県日光市で開催され、藤井聡太棋王が伊藤匠七段を下し初防衛、自身の持つタイトル戦での連続獲得記録を21期に更新し、八冠を堅持しました。まあ、そうですね。序盤から成績が離れる変化先生のは特選ではありました。まあ、全然、途中からちょっとすごく早くなりましたので、ちょっと気をつけて聞いてください。まあ、そうですね。はっきりと言うと、ちょろかったですと、もうおっしゃってるんですね。そういうふうに言うんですね。藤井さんも。たまには。うん、たまにはね。ちょっと若者っぽい言葉も。本当だ。ちょっと安心しますよね。うん、そうだね。同じ人間だっていう感じがしますよね。これ言ってないでしょ。言ってないの言ってないの松岡トラップです。ま、しまった松岡トラップ。松岡トラップにね。もう。もう、やめてよ。なんか、マチューラピンクみたいになってきましたね。嘘。嘘ばっかりです。だんだん嘘つくの、お前。ここで嘘書いて、清水さんに呼ばせて、モノマネで。危ない、もう。危ないですよ。嘘がうまいから。山口さんのおかげで助かった、危ないところ。本当ですよ、もう。言うわけないですか。私もたまにはいいんですね、なんて。昨日とちょろかったですって。まあ、はっきり言ってちょろかったです。そんな人じゃないわ。言わないわ。炎上しない。思っても言わないわ。いいですか、本当に。さあ、続いては、BS 日テレのオリジナルドラマ、令和サスペンス劇場、旅へ、旅人検視官、道場修作第2弾が、来月14日に、本日、道場修作、失礼しました。はい、道場修作。うん第2弾、来月14日にオンエアすることが決定されました。主演は内藤剛志さん。内藤さん演じる元警視庁検視官。うん。道場修作が亡き妻が愛した俳句にゆかりの地を旅していると事件に巻き込まれていくというストーリー。今回の舞台となるのは、俳人、高浜虚子ゆかりの地、愛知県蒲郡市だそうです。前作は旅の第一歩を踏み出した作品でした。今回は、旅の2歩目であり、これからも旅を続けたいという決意の回になりました。舞台は愛知県蒲郡。美しい風景、美味しい料理、そこに住む熱く、熱い思いを抱いた人です。必ず視聴率を上げる。ブギウギウギウギブギウギウギも出てたけど。ブギウね。一体何人の刑事役をやってるんですかね、内藤さん。今までね、過去。しかも、今度また18日に捜査一課長もやりますから。お今日発表になりましたからね。あ、ほんと。うん。道場修作もこの4日後にまたやりますんでね。いろんな犯人はい。さあ、おしまいはいつもの室井ゆずきさんの X から、きっといってもらえないで。きつかったかもなので。ちょっと言っちゃったかな。ちょっと言い方を変えます。二つポストを消しました。多くの人が聞いてくれそうな柔らかい言い方を考えます。よく聞き取れたな、ね、何を書いたんでしょうね。はい、そうですね。消したんだって。何を書いたのか、こういうのがたまにありますから、室井さん。そうだね。気をつけた方がいいよね。気をつけながら。いいこと何にもないからね。かわいいね。美味しいレポートも。そう、美味しいのお願いします。ねえ、ということで、来週はどんな言葉と出会えるのか、どうぞお楽しみに。お願いします。それでは、ここで一曲、映画、変な家、主題歌です。アイナ・ジ・エンド・フレイル。私のせい待ってあなたのこと知りたい
清水みっちゃんとナイツ花信之と土屋信之のラジオビバリーヒルズ。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎と一度でも言われた方へ最大3600万円の給付金制度。前から気になってたは今日で終わりにしませんか。まずは対象かご確認を。0120-70-7000番70-7000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。山斜面地を売るならTR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発造成20年の信頼と実績、卓量建設グループ TR コーポレーションで今すぐ検索。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやガソリンスタンド、 ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お便りいきなり大笑い。木曜はこのコーナー、謎かけコーナー、つちっちです。私謎かけ芸人つちっちがビバリストと繰り広げる謎かけ対決。今週のお題は春休みでした。はい、まずはライミンさんですね、はい、春休み明けの登校とかけて引退後のお相撲さんと解きます。その心は。部屋が変わるでしょう。ああ、髪型を変える人だね。そうね、うん、部屋が変わるでしょう。きっかけ。学年変わって。うまい、うん。塩ラーメン中盛りさんです、うん。春休みにすることとかけまして、うん、フライが美味しい揚げ物屋さんと解きます。もうその心は。どちらも衣替え。衣替えでしょう。衣替え。なるほどね。衣替えと衣替え。美味しいと。ケイツトムさんです。うん。就活を控えた大学3年生の春休みとかけて、うん、協定の1号艇と解きます。その心は。インターンで有利に進むでしょう。インとターンか、なるほどね。インターンで有利に進むでしょう。なるほど、ね、頭いい、うん、スペース草団子さんです、うん、春休みとかけて新作ドラマの出演が決まった新垣結衣と解きます。その心は。どちらも次の学期が待ち遠しいでしょう。かわいい。わかりやすい。わかりやすい。わかりやすいね。クリムシー羊羹さんです、うん。春休みとかけて、せっかくお祝いしたのに、祝うの漢字が、呪うになってるよ、と解きます。その心は。どちらも、宿題なしだ。宿題なしだ。なるほど。宿題なしね。そっか、春休み宿題ないか。そう。それすげえ子供が言ってくんだよね。春休み宿題ないんだよっていう。かわいい。そうだったっけと思って。宿題なしだ。そう、宿題なしだ。そうか。うまいですね。あ、現在、急所リーチ男一さんです。お。春休みスタート、春休みスタートとかけまして、うん、梅雨って何ね、梅雨って何と解く。2回。その心は。どちらも、ウキウキ。2回答えた。ウキウキ。春休みちょっとやっぱウキウキするからね。そうだね。変わって。もうこれも面白い。面白い。いいの多いな。いいですね。ありがとうございます。で最後、生まれたてのおじさんです。楽しかったのに。早い早い。早いですよ。内容ですから、まだこれから。春休み明けにクラス替えする学生の心境とかけまして、うん、家計宮古にゃんの握手会に行った時に僕が彼女に言いたい一言と解きます。その心は。どちらもめちゃくちゃ不安です。ファンです。ファンです。ファンですと不安のね、クラス替えがね、宮古にゃんね、読まなきゃよかったですね、うん、残念です。はい、はい、さあ、それでは整えてきました、はい。春休みとかけまして、うん、カズレーザーの一神党と解きます。その心は。夏よりも短。
安藤なっちゃん相方よりも身近な存在ってことです。あ、身近、なるほど、ね、休みよりも短いですからね。なるほど、あ、短いね、春休みねよりも短いということで、うんうん、短い、確かに、はい、どうしましょう、いいのがいっぱい。そうですね、うん、宿題なしだとかね、宿題なしか、うん、ウキウキかどっちか、ね、そうだね、じゃあ宿題なしで、うん、ね、行きますか。はい。クリームシーようかんさんですかね。はい。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。さて、来週は土っちもお休みということで、謎掛けは再来週となります。うん、次回のお題は、この春、笑点を勇退する、林家木久扇師匠、うん。はい。ビバリーヒルズにも何度かお越しいただきましたが、林家木久扇師匠で謎掛けをお願いします。お願いします。受付メールアドレスは、ヒルズアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-02-1242 まで。それではここで一曲お聴きください。離れ組で会いに行こう。ナイツ原信之と土屋信之のラジオビバリーヒルズ。
はい、ここで中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。緊張しすぎてドキドキ、ちょっと呼吸がハーハーハー、気分が乗らない、やる気ない、そんな時にはハイキューシン、動悸息切れ気つけに、キューシンキューシン。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。 出張買取はカメラの北村。続いてはハロー千葉です。千葉から生の情報をお届けします。千葉の小田良子さん、お願いします。はい、こんにちは。千葉市内晴れていますが、風が強く、また空気も乾燥していますので、火の元ご注意ください。さて、今日は千葉県農地中間管理機構、千葉県園芸協会からのお知らせです。農地をお持ちの方で、高齢で農作業ができなくなり後継者もいない、また相続した農地を誰かに貸したい、農地を荒らしたくないという方、一方で経営規模を拡大したい、新規就農や参入をしたい、分散した農地を一箇所にまとめて効率的な農業をしたいなど、農地を借りたい方、そんな方はぜひ千葉県園芸協会にご相談ください。担い手がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して貸し付けを行います。公的機関なので安心して貸し借りができますよ。ご相談はお気軽に 043-223-3011043-223-3011 までお電話いただくか、千葉県園芸協会のホームページをご覧ください。以上、千葉のスタジオから小田良子がお伝えしました。ありがとうございました。あの人にお花をプレゼントしたい。だったら茨城のお花ね。茨城のお花？バラや菊にカーネーション、グラジオラスなど、茨城はお花がたくさん栽培されているのよ。へー。あ、お花屋さんだ。すみません、茨城のお花ください。ちょっと、お花もいっぱい茨城。 JA グループ茨城。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやガソリンスタンド、 ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。こんにちは、小沢幸男です。ここで一つストレッチいかがですか？はい、両腕を広げて、そのまま頭の上へ大きく円を描いて、白鶴丸。日本の酒、白鶴の丸。お酒は二十歳になってから。ヨドバシカメラは家電、テレビ、パソコン、カメラ、時計も豊富な品揃え。新しい生活の準備もお任せください。携帯電話の新規契約、機種変更、インターネットの契約など何でもご相談ください。ゴールドポイントカードご利用で 10% 還元。ヨドバシ .com は送料無料、スピード配達。お店でもネットでもヨドバシカメラ。気持ちが強い、切りかけ上がる、まるで今にも崩れ
というわけでトムキャット聞きながら、うん、ありがとうございます、はい、エンディングでございます。懐かしいね。懐かしい、ね、さあ、まずはビバリ名シール当選者、湯沢市の関東祭りさん、うん、新潟市焼きそばパンさん、うん、江戸川区かりんとうさん、うん、以上3名の方です。おめでとうございます。来週は、我々ナイツお休みということで、うん、高田文夫先生と森三中黒沢和子さんが登場、はい、音楽道場破り。来週のテーマは、うん、お久しぶりリクエスト、うん、再来週にお届けする謎かけコーナー、チッチのお題は、うん、林家木久扇師匠、うん、受付メールアドレスはヒルズアットマーク 1242.com、 はがきでという方は郵便番号 100-8439 日本放送ラジオビバリヒルズまでお寄せください、はい、明日は高田先生松村磯山さんの金曜ビバリです。お楽しみください。はい、メール来てますか。はい、うん、見る、はい、黄昏マーガリンさん、うん、私も高校生クイズの第3回に出場しました。しかし1問目の丸×問題を不正解し、うん、我々3人は帰りの電車内もほぼ無言でした。だろうな。そうなんだ。高校生クイズもいい思い出だな。そうですね、1回でも出てみたかった。出たかったね。面白そうだった。あれも相当レベルの高いね。そうね、クイズって もう一つ別のジャンルの勉強するけどね。あそこで大体灘とか海星とかなんかそういうのを知りましたね。あ、そうだそうだ。本当だ。高すぎる高校の名前とか、ラサールとかね、そうだ、知らなかったり。知らない。あ、ちょっと CM していい、はい、今週の日曜日の9時から、うん、そのラサール高校と私も戦ったんですけど、うん、クイズ番組に、すげえ、マジっすか、出たんで、クイズ番組で、うん、ラサール高校と戦ったんですか。うん、どういうわけか、その高校先生クイズ、なんか前前のやつ、すごい、うんうん、戦ったで、それがまた本屋で、ね、ラジオネームチャタンの奥ちゃんさん、公衆電話を見なくなった話を聞いてて思い出したのが、うん、次の診察で確実に消えるのが2000円札、はあ、沖縄の某コンビニの ATM で2000円以上下ろすと必ず2000円札が出てくるため、見てないわ、トラブル回避のためすぐ使いたくなります。なので沖縄では2000円札がかなり流通している可能性があるので、しばらくは見られそうです。沖縄まだ結構あるんだ。キャバクラとかでモテそうなおじさんが常に財布持ってるイメージだな。気持ち悪い、珍しいでしょ。2000円札で佐藤寛治先生みたいな人がこうすでに。いやいや、そう、商店の作家さんが、商店の作家なんか、あの人持ってるから2000円札。ごめんなさい、気持ち悪くないやめろよ、実名出すの。だってもらったんですもん、この前寛治先生。はい、ありがとうございます。この後は矢島典さんが、はい、そうなんですよ、清水道子とナイツのお二人でした。ありがとうございました。ごきげんよう、さよなら。この農地後継ぎもいないし、誰か借りてくれないかな。農業を始めたいけど、誰に農地の相談をしていいかわからないのよね。農地の貸し借りの相談、悩みますよね。そんな時には千葉県園芸協会、農地の貸し借りをお手伝いします。千葉県農地中間管理機構で検索。Thank you.
ー。